お疲れ様です。競輪いつきチャンネルいつきです。明日から大垣競輪 G3 が始まりますので、11レース、12レース展開予想していきたいと思います。まずは大垣競輪400メートルバンク、直線が56メートルと長いです。1着の決まりで、逃げ19、まくり28、差し53ということでね、圧倒的差し合い有利のバンクとなっております。2着、逃げ17、まくり15、差し29、うまく39と、しっかりと筋違いも出る、それが大垣バンクです。それでは11レースメンバーを見て いきましょう1番松本2番石塚3番松村4番佐川5番池田6番中井7番菊地8番飯田9番吉永となっておりますラインを確認していきましょう1591番の松本に5番の池田9番の吉永が回ります7287番の菊地に2番の石塚8番の飯田4364番の佐川に 3番の松村、6番の中井、3対3対3、綺麗な三分線ですね。えー、まずはライン先頭を走る自力型比較していきましょう。1番の松本、バック9回、ホーム8回、逃げの決まり手が2、りが6、差しが1、枕が0、枕先行タイプです。まあ、もう1回ね、えー 好調というほどではないんですね。絶好調だとね、えー、もっと逃げの決まり手もありますので、えー、ただし、まくりにね、秘める瞬発力、スピード、ここはね、えー、もうね、競輪界 S1 でもね、トップクラスの破壊力を持っております。えー、7番の菊池、バック5回、ホーム4回、逃げの決まり手が1、まくりが2、差しが1、マークが0と、えー。こちらは自在タイプと考えた方がいいのかなということでね、えー、まあ前々攻めていって、えー、中段取りをして、そこからのね、もう一度、まくり返しというところがね、えー 新骨頂でしょうか4番の佐川バック8回ホーム11回逃げの決まり手が4マクリが1サシが1マークが0と、えー、こちら先行タイプですね先行マクリと、えー、ただし ホーム戦11回取れてるんですけれどね、バック戦が8回しか取れていないということで、ちょっとスピードに何があるのかなと、出足に何があるのかなというところ、ただしかかり切った時の破壊力っていうのは、なかなかね、侮れないというところになります。スタートですけれどね、1番の松本が前受けでいいですね。159が受けて立つと。こうなりますと2番の石塚が中段を取るので、728、4番3番6番、外枠引いておりますので、近畿勢は後方からと。 赤番からバックにかけてですよね。4番、3番、6番が主導権取ります。7、2、8も中断にね、収まれば無理に仕掛けていくことがないと。仕掛けていくんだったら、1、5、9、1番の松本ラインがちゃんと共にね、発信していくのかどうか。ただしね、そこまで調子が良くないんで、まあ大垣直線も長いんでね、焦らずじっくり1番の松本はまくりに構えるんじゃないかと思いましたので、ここは4番のね、佐川の番手から、3番の松本 松村がさばいて抜け出すということでね3番の松村を軸、えー、そして抑えはやっぱりね1番の松本のまくりが届いた時ですよね、えー、ただし1番の松本自分しか届かないギリギリのねまくりになるということもありますのでしっかりと筋違いも狙っていきたいと思います、えー、まずは3番の松村から えー、ラインの前後をつけて4番6番ですね。あとはそこにまくってくる1番の松本、えー、7番の菊池ということで、えー、3から4、6、1、7折り返し前。こちらの方が本戦勝負と。押さえは1番の松本のまくり一撃と。えー、ラインマークする5番の池田。 4番の佐川が粘りに粘っている。7番の菊池が自在足一直線突っ込んでくる。2番の石塚が菊池の番手からね、コース見つけて突っ込むということで、1から5、4、7に折り返し、こちらの方で狙っていきたいと思います。12レースメンバーを見ていきましょう。1番岩本、2番平原、3番菊池、4番森田、5番山口、6番山田、7番森沢、 8番山崎、9番郡司となっております。並びを確認していきましょう。9番1番、9番の郡司に1番の岩本。4番2番、4番の森田に2番の平原。8、7、3。 8番の山崎に7番の森沢3番のね、駅口ということで、ここはね、東北3社で結束なんですけれど、まあさすがにね、8番の山崎42歳に7番の森沢36歳がつくんだなということでね、少し森沢の出来がね、悪いのかなと思います。山崎もね、いつまでも後輩の面倒を見ないといけないのかというようなね、気もしますけれども。5番の山口健也、ここは短期です。6番の山田も短期ということで、細切れ線になっております。 まずはライン戦闘を走る自力型比較していきましょう。9番の軍事、マック6回、ホーム3回、人間の決まり手が2、マクリが5、サシが3、マークが0とね、マクリ、サシ先行、自在タイプということで、もう東の自在といえばね、9番の軍事という風うになってしまいましたね。ということで、ここはね、はい、まあ、初日の特選ということでね、2位予選の権利はありますんで、まあかましていくこともね、十分あるということですね。4番の森田。 バック13回、ホーム10回。逃げの決まり手が5、マーク手が5、差し替え1、マークが0と。 先行まくりで戦います。ただし、後ろにね、平原をつけるということがありますんでね、ここ埼玉コンビということになってます。しかも特選ですしね、別に9着とっても2位予の方には回れますんで、ここは4番の森田のね、主導権と見るのが妥当ではないでしょうか。8番の山崎、バック3回ホーム0回、逃げの決まり手が0、まくりが5、差しが4、マークが3ということでね、まくり、差し先行というところで、まだまだね、山崎も初日だったらね、一周がけぐらいは は行くということがあります。えー、ですけれども。 今回の組み立てとしましてはね、ライン3社の厚みを生かして、えー、9番1番、4番2番、どちらが逃げたとしても、えー、その3番手が取れるということになりますよね。3番手からの仕掛け、えー、もしくは5番の山県あたりがね、えー、ホームからかましていけば番手を取れるということになっておりますのでね、えー、このあたり面白いところかなと。えー、5番の山口県議はバック1回ホーム1回、逃げ抜き前手が1マークリガに差しか0マークが0ということでね、えー、少しね、病気欠場とかもしてますので、えー、体調面が不安です。 けれども、えー、本来だったらねタンアナ候補あただし、やはり、今くり主体だけにね、えー、中金連携がなかったというところで、ラインができないと、やはり走りづらいというところをね、えー、5番の山口健也ももう少し自覚してね、えー、初日だったらね、えー、後ろ、誰がついてもね、逃げるぐらいの、えー、ことで、ラインをね、組んでもらえるようになっていった方がいいんじゃないのかなというふうに思います。6番の山田、バック7回、ホーム6回、逃げの決まり手が2、マクリが3、差しが5、マークが2と、オールランドプレイヤーです。こちらもね、 一発相撲にはまった時の破壊力っていうのは優に及ばずですから、ここもね、はい、しっかりと、どこがね、逃げていくか分かりませんけれど、逃げていくラインの3番手、4番手を取って、直線シャープに決めたいところです。スタートは、まあ、1番の岩本もいますしね、9番、1番が受けて立つということで、2番のフラ,ラが前中段を抑えます。3番の菊池が後ろ中段。5番、6番は短期で外枠ですので、まずは後方からの仕掛けと。赤番で、8、7、3がまずはいに 切りに行きますよねえここに5番が追走、6番追走、4番2番が切り替えて9番1番え。ここで本来だったら9番1番と言いたいところですけれど、やっぱり4番の森田もね、平原をつけていればね、行くしかないだろうということで、じゃんで4番2番が発信します。873がうまく中断を取れているのか、それとも5番6番あたりがインを切り返して中断を取っているのかというところがね、一つ勝負の分かれ目になってくるのかなと。一応4番2番、873、56、91は後手を踏むと考えました。ままずはこうなります 平原絶好ということになりますので、2番の平原をね、まずは軸に狙っていきたいと。あとは9番の郡司がね、え叩いた時ですよね、森田を逃げさせなかった時ですよね、9番の郡司が切っていると。1番の岩本がアバンテ有利に抜け出すということでね、抑えは1の岩本から行きたい 思います。え、さあ、それではまずはね、2番の平原から、4番の森田をつけて、9番の郡司、まくってくる5番の山県、6番の山田ということで、2位から4956折り返し、前然。こちらの方が本戦です。そしてこのね、1番の岩本の頭だと、おそらくそこそこつくんじゃないのかなということで、1番の岩本から9番の郡司。ま、この1991はダメです。この1991は安いです。それ以外で入ればね、後輩とということで、まずは5番の山県、6番の山 まだ4番の、えー、森田の粘りに粘る2番の平原がということで1から9564に折り返しこちらの方で、ねえー、大垣は狙っていきたいと、えー、まずはね、えー、初日今、まあ、軽くジャブということでここもね直線が長いので筋違いが出やすいバンクということになってますので、えーまあ、初日からの、ね、後輩と旧社の競輪なので期待していきたいと思います最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします